はいどうも、トコジェネタの菊池と申します。さあ今回ですね、あるジュニアのグループをご紹介したいなと思うんですが、そのグループがね、ジュニアスペシャルっていうグループで、まあ、約2年ほど前に結成されたって言われてますね。まあ具体的な結成日っていうのは分かんないんですけど、まあそのグループがね、今も大注目でして、ぜひね、最後までご視聴ください。まずメンバーがね、4人いまして、まあ、一人一人ね、簡単ではありますがご紹介したいなと思います。まず一人目が林蓮くん。この子はね、メンバー1ジュニア歴が長くて、2010年に入所してるわけなんで、めちゃくちゃもうちっちゃい頃から、ジュニアをやってるわけなんですよね。ほんでアクロバットがめちゃくちゃ得意ですね。ちなみにね、お兄ちゃんもジャニージュニアをやってて、林拓人くんっていう、まあ、無所属ジュニアですね。だからこの2人合わせて林兄弟とも言われてます。二人目が松尾達郎くんですね。2016年に入所して、特技がバレエなんですけど、もういろんなね、グループのバックでバレエを披露してるんで、もしかしたら見たことある人多いかもしれないですね。次は和田裕樹くん。この子はね、もうなんといってもメンバー一のイケメンなんですよね。まあ、2012年に入所した子で、本当にもうイケメン担当っていうね、立ち位置ですね。最後は中村光大くん。この子はね、もうめちゃくちゃ歌が上手なんですよね。まあ、2014年に入所するんですけど、その前は劇団で、まあ、活動してて、もう歌唱力担当ではこの子になります。以上のようにね、メンバー一人一人がちゃんとね、そういう担当っていうのがあるんですよね。まあ、アクロバット担当、バレエ担当、顔担当、歌担当と、それぞれの担当のスペシャリストが集まっているっていうね、これがこのグループの強みになりますね。ほんで今日ですね、なんとこのジュニアスペシャルっていうのがツイッターのトレンドに入ってたわけなんですよね。まあ、その理由っていうのが、8月26日にね、配信される、まあ、ジャニージュニア祭りの、まあ、出演者が決まりまして、その中にジュニアスペシャルの名前が載ってたっていうね、これでファンがね、盛り上がったわけですね。こんだけね、盛り上がったってことは、まあ、人気、なおかつ注目を浴びてるっていう、まあ、証拠になりますよね。ジャニーズのね、グループで、まあ、ファンから必要とされてるっていうのが、まあ、メンバーカラーなんですよね。まあ、この面カラーも決まってまして、レン君がピンク、松尾君が黄色、和田君が紫、で、中村君が緑ですね。この4色になります。メインになるね、赤と青が入ってないっていうのは、まあ、珍しいかなと思うんで、個人的にはね、なんか綺麗な4色かなと思いますね。まあ、最近ね、よくショークラとかでも、披露されるようになってますし、まあ、どんどん前に出てきてるんで、これからね、ほんと期待されるジュニアのグループかなと思います。まあ、今年ね、スノーマとストーンズもデビューして、まあ、またね、ジュニアの環境っていうのが変わってきてると思うんで、まあ、最近はね、クリエシーとか、もう今回のね、ジュニアスペシャルとかがどんどん前に出てきてるんで、またね、いろいろその人気順っていうのも変わると思うんで、まあ、その辺楽しみですよね。ぜひ皆さんの、ね、意見とかも聞かせてください。本日の動画は以上になります。最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録、高評価もぜひお願いいたします。